三河田原駅は愛知県田原市田原町東大浜にある豊橋鉄道厚見線の駅。駅番号は16。厚見線の終点かつ田原市の中心駅で有人駅である。中部地方及び愛知県内の鉄道駅では最南端に位置する。豊橋鉄バスの伊良湖本線と接続し、厚見方面へバス路線が連絡する。かつては当駅から 黒川原駅まで路線が伸びていたが、1944年6月に第二次世界大戦による資材転用のため、レールが撤去されたことに伴い厚見線の終着駅となっている。1980年代まで貨物輸送を行っていたため広い構内を持っていた。東端式ホーム2面4線と留置線1線を有する地上駅。2013年10月27日に、 現在の四代目駅舎が共用開始した。新駅舎の設計は建築家の安藤忠夫が手掛けた。2014年までは一面二線であったが、ホームを増設した。ホーム番号は駅舎側から見て、右側から1.23.4番線となっている。通常は直進で入線可能な二番線のみが使用され、他のホームは夜間大白と始発とその後の数本の発車に、 使われている。3.4番線ホームはほとんど使用されないため、上屋が設置されていない。この地方では珍しく、発車メロディが流れる。2013年の新駅舎使用開始とともに使用を開始した。なお、三代目駅舎は第1回中部の駅100線に選定されている。校内配線は2面3線で、駅舎は短式ホームに面して設置されていた。 移動等円滑化取組報告書によると、当駅の各年度の1日平均乗降人員は以下の通りである。北側の座オ山から望む三河田原駅。ありがとうございます。